おそらくわらわのことだろう。神格の体質は特別なもので、戦術の修行に適しておった。わらわと他の仙人たちはその見事な才に可能性を見出し、技を伝授することにしたのだ。しかし子供の頃より放たれていた殺意は、年を重ねても消えることなく、むしろ日を追うごとに増していった。ある日、昨月畜養神君があの子を占ったことがあった。神格は孤独であだなす者、その身には邪気が宿り、友人や家族に災いをもたらすことがままあると出た。矜持の兆しであったため、赤ひもで魂に枷を加え、殺意を抑制させたのだ。赤ひもで縛られたことで神格はだいぶ落ち着くようになった。表情も和らいだが、代わりに少し朴訥としてしまってな。赤ひもの力が強すぎたゆえに、他の感情をも抑え込んでしまったのだろう。この広大な世で出会ったのもある種の縁。お前たちにも神格との縁がある。今後ともあの子をよろしく頼む。なるほど。じゃあ竜音釈風神君は神格のことが心配だったから様子を見に来たんだな。ふん、そんな単純な理由なわけがなかろう。今のリーユエコーは平和そうに見えるが、その裏には危険が潜んでおる。行幸は今はリーユエと人の契約の時代だと大口を叩いておったが、時期に訪れる嵐をどう対処するか、わらわはそれを見届けに来たのだ。もし彼女がうまく対処すれば、わらわはその偉業の証人となろう。逆にそうでなければ、わらわがことを引き継ぐことになる。ふむ、思ったより話が長引いてしまったな。今日はもう遅い。お前たちは早く休むといい。神格は仙人じゃなくて仙人に育てられた人間だったんだな。だからね。我のことはもう師匠から聞いているな。え、どうして知ってるんだ。主らが戻ってから寝るつもりだったのだが、なかなか帰ってこなかったからな。何かあったのではないかと外へ探しに出たのだ。すると師匠の姿が見えた。その上主らの様子も朝からおかしい。ならば師匠が我のことを話したのだろう。なぜなら師匠は口がよく回るからな。神格、おいらずっとお前のことを仙人だと勘違いしてたんだ。ごめん。いい、我は気になどしていない。それにこれまで説明してこなかった我の責任でもある。ただ過去の経験を思うと、説明しても徒労に終わると思ってしまったのだ。しかし
主らは我を仙人だと思いながらも遠ざけるのではなく友人として接してくれた。これには我も感謝している。オイラたち本物の仙人ともたくさん会ってきたからな。じゃあこれからオイラたちは親友だ。仙人とか人間とかそんなの関係ない。普通に仲良くしようぜ。承知した。何をしたらいいかはわからぬが、親友という響きは我も嫌いではない。おう、じゃあ十分休憩もできたし、残りの二つの素材を探しに行こうぜ。でもその前に建設場所で行幸の手下に進捗を聞いてみよう。名家不浄石を探すのはあんなに難しかったんだ。手に入れることができた人は少ないと思う。相手が早々に諦めてくれてたら焦る必要もなくなるしな。そうだ、進化君、昨日民宿へ戻る前にチキンを買っておいたんだ。ほら、一つやるよ。すっごく美味しいぞ。確かに風味が豊かで、我が山中で焼いていたものよりはるかに美味だ。縛られてるな。それはまだ再建が終わっていないからです。ヤコブ、北斗もいる。それに知らない人。軍玉閣はかなりの大きさですので、バランスを確保するため再建作業を2つに分けています。適した浮上の石が見つかるまでの期間を利用して、地上で軍玉閣の土台となる部分を作ります。浮上の石の用意ができたら、浮上の石と土台を組み合わせ、部分的に完成した軍玉閣を山の頂と同じ高さまで浮かせる。その後の作業は上空で行う予定になっています。準備が整い次第、つなぎ止めている縄を外して軍玉閣をあるべき高さまで飛ばすのです。百分さん、新しい素材を持ってきたんだが。少々お待ちください、すぐ伺います。再建作業が順調に進んでいるのもあなたが見つけてくれた浮上の石のおかげです。行幸様もあなたたちに期待しているとおっしゃっていました。よっ、まさか一番重要な浮上の石をこんなにも早く見つけちまうとはな。私らはちっと出遅れちまったみたいだ。北斗も軍玉閣の再建に手を貸してたのか。ああ、以前の航海でたまたま名家不浄石を手に入れたから、それを持ってきたんだ。名家不浄石は貴重なものだけど、見つけられたのはオイラたちだけじゃなかったみたいだな。そうだ、紹介しよう。彼女はリーユへの看板役者のウンキン、ウン先生だ。こんにちは。この二人はパイモンと旅人、私の古くからの知り合いだ。それとそっちの彼女は初めて会うな。神格、二人の友人だ。そうかしこまるな。友達の友達なら私にとっても友達みたいなもんだ。ウン先生も今回の再建に参加しててな、ちょうど私の船を貸すことになったから一緒についてきたんだ。お二方の異名はよく存じております。お会いできて光栄です。神格さんも初めてお会いしますが、これから先いい関係を築けそうな予感がしています。実は行幸さんに質問する機会がどうしても必要でして、この一件に参加させていただいたのです。父の人脈をお借りし、浮上の石は何とか見つけることができました。少し小さいかもしれませんが、
かろうじて合格をいただけた状況です。おお、なら3人ともいいライバルになりそうだな。お聞きしたいのですが、神格さんも参加されているのですか？いや、行幸殿に聞きたいことは特にない。ただ彼女の力になれればそれでいいだけだ。それなら一つご提案があります。行幸さんが定めた規則では、素材を集めた最初の3名に報酬を与えるとのことです。質問の機会は3回であれば、私たち3人でちょうど分けることができます。お互い競い合うよりも、ここは一致団結し、この3名分の権利を手にしてはどうでしょう。おお、それはいいかもな。具体的にどうすればいいんだ？ははん、雲先生の意図が分かったぞ。一番困難であろう浮上の石は3人ともすでに見つけている。残り2つの素材はそれに比べたらまだ手に入りやすいもんだ。どちらか一方が仕入れ先を確保すれば、3人の需要を一気に満たせる。そうだろう、雲先生？はい。そのような方法が。よし、なら私から情報を共有しよう。戦機革新について、こっちはもう手がかりを押さえてある。革新の制作は特に難しくないが、素材となる鉱石の準備に苦労するだろうな。私は船に一度戻り、スーリンに聞いてみるつもりだ。あんたたちは？リーユエ港に戻って、艦砲鉄器のショウさんに聞いてみてはいかがでしょうか。よし、方針がまとまったようだな。ならここからは別々に行動しよう。どちらがうまくいっても、私らにとっては勝利に近づくことになる。それじゃ、私は行くとしよう。また後でな。オイラたちも出発しよう。そうだ、ウンキンは行幸に何を聞きたいんだ？実は今、新しい劇の舞台を探しているのです。行幸さんの審美眼は確かなものなので、それについてご意見を伺おうかと。おお、どんな劇なんだ？オイラも見てみたい。父が民間の伝承をもとに心血を注ぎ描いたもので、深海仙女の伝説物語です。劇の名を神女壁館と言います。お前たちか。今日は何か買いに来たのか、それとも鍛造の依頼に？翔さん、お疲れ様です。お伺いしたいことがあるのですが、戦機革新というものを聞いたことはありますか？ああ、そりゃもちろんあるが、お前さんは？申し遅れました。私は雲金。翔さんは覚えていらっしゃらないかもしれませんが、以前父が舞台で使う武具を依頼したことがあります。雲金？舞台？ああ、まさかお前さんがあの雲先生なのか。すまんすまん、鍛造に集中しすぎて頭が回ってなかった。雲先生の名前は俺みたいなあまり劇を見ない人間でも知っている。で、戦機革新について聞きに来たんだったな。無論、俺ならそれを作ることができる。過去の軍玉閣の建設でも行幸様のために作ったことがあるからな。ただ戦機革新を作るのに必要な鉱石はかなり希少なものだ。前回は行幸様が用意してくれたんだが、お前さんたちは持ってるのか？いや、まだ持ってないんだ。だから何が必要なのか教えてくれないか？なるほど、そういうことか。これを作るには再生鉄鋼と非化石という2種類の鉱石が必要だ。俺の記憶が正しければ、行幸様は前回天鉱山のあたりで鉱石を見つけてきたはずだ。
再生鉄鋼には神の目と共鳴する性質があると言われている。苦労はすると思うが、時間をかければ必ず見つかるだろう。ただ非化石は少し厄介でな、あまり市場にも出回らない代物なんだ。すまんが、それについては力になれそうにない。ただ天鉱山の付近に住む人なら非化石の在りかを特定する秘術を知っていると聞いたことがある。もちろんただの噂に過ぎないがな。まずは天鉱山の周辺で再生鉄鋼を探し、地元の人間に会ったら非化石について聞いてみるといい。天鉱山、そういえば真如壁館も天鉱山を舞台にした物語です。天鉱山の環境は素晴らしいもので、多くの仙人たちも好んで訪れると聞きます。そこなら何か新たな発見があるかもしれません。皆さん、他の方に遅れを取らないよう早速出発しましょう。幼い頃、父と一緒に天鉱山を訪れたことがあります。あまりにも高い山でしたので、頂上にたどり着いた時には足が棒のようになっていたことを今でも覚えています。今日、その思い出深い地を再び巡ることになるのですね。この険しい山道と流れる水を見てください。まるで桃源郷のようです。真如壁館の伝説がこの地で生まれたのもうなずけます。蒙々たる梵煙と満ちる仙煙、まごうことなくここは仙人たちが息づく地でしょう。運慶がもうすぐやる劇って真如壁館なのか。ちょうど天鉱山で起きた出来事だなんて、これもきっと何かの縁だな。その真如壁館ってどんな話なんだ。ええ、これはとある少女が英雄になる物語です。英雄、おいら英雄のお話は大好きだぞ。これは天鉱山における最初の伝説でもあります。かつてこの地には栄えた村があったそうです。その村には特に仲のいい夫婦がいました。しかしある日、どこからともなく恐ろしい魔物が現れます。外で薬草を取っていた妻はその魔物にさらわれてしまいました。夫はその出来事に打ちひしがれ、心が病んでしまいます。魔物はとても傲慢でした。かの者は村人たちにこう告げます。死にたくなければ村の子供たちを差し出せと。なんて悪いやつなんだ。ちゃんと懲らしめてやらないと。しかしその魔物の力は強大でした。村人たちは恐怖のあまり、その要求を飲まざるを得なかったのです。誰の子供を魔物に捧げるか、それを話し合っていた時、突如一人の少女が名乗りを上げます。その少女ってまさか。少女は襖の剣を身に隠し、怯えたふりをしながら魔物の巣へと近づきました。そして勇敢にも立ち向かい、苦闘の末ついに魔物を退治したのです。その後、少女は優れた素質から仙人に引き取られ、幸せな結末を迎えます。ただ残念ながら仙人と人間には永遠の隔たりがあります。彼女が属性に戻ることは二度とありませんでした。病病たるこの世、晴れゆく霧、これが真如壁館の最後です。なかなか面白い物語であった。ただ我が思うに、その少女は語られているほど勇敢なものではなかったように思う。
もろ手を挙げて称賛するのはいささか賛同しにくい。そのように考えたことはありませんでした。劇を創作する際、その理解を深めるのと同時に物語の展開を考慮しなければなりません。ですので必然的に実在する物語を改編する必要があります。この劇を父が書いた時、おそらく物語の核心である神女に脚色を加え、より多くの人々に感動を与えようと思ったのでしょう。ああ、でも良い物語であることには違いない。我が理想とするような物語だ。うんうん、いい話を聞いたらなんだかオイラもやる気が湧いてきたぞ。よし、オイラたちも頑張って再生鉄鋼を探そうぜ。先ほど道すがらあたりを眺めていたところ、村が見えたような気がします。翔さんに現地の人に聞いてみるよう勧められましたし、訪ねてみてはいかがでしょう。関してお伺いしてもよろしいでしょうか。はあ、村で手がかりを探すしかなさそうだな。しょうがない、あたりを見て回るか。新閣、運金、探してみようぜ。すまない、先に行っていてくれ。我は彼と話がしたい。良いか、明春爺よ。お前は神格だ。神格、生きていたのか。まさかあの噂は本当だったと。今までお前は。すまない、非化石のありかを俺は知らん。だが村の記録に多少なりとも情報が残っているかもしれない。この村はとうに廃れている。訪れる人なんかいやしない。好きに調べても問題ないだろう。え、このおじさんと神格って知り合いだったのか。ありがとうございます。では私どもで調べさせていただきます。あの明春さんという方、特に神格さんへの悪意はなさそうでした。神格さんに危険が及ぶことはないでしょう。心配は無用だと思います。ああ、そうっぽいな。じゃあオイラたちは先に村の中を探させてもらおうぜ。
魔人の残骸、村の変化、そしてここが天鉱山周辺であることを踏まえると、もしかすると神女壁艦の伝説とはこの村の出来事なのかもしれません。時期的にも一致しますので、おそらく間違いないかと。他のところも確認してみましょう。これは。神格さん、あの方はもしかして劇に登場する神女なのでしょうか。よく考えてみますと、確かに彼女には仙人のような雰囲気があります。それに年齢も合致している。彼女と会話するとき、道理で違和感があったわけです。もっと早くに気づくべきでした。そしてこの記録から一つのことがわかります。劇に登場する神女は冒頭に出てきた夫婦の娘のようです。彼女は自ら望んで名乗りを上げたのではなく、実の父親の手によって魔物の生贄とされたのでしょう。はあ、まさかこのような事実が隠されていたとは。実に悲しいことです。神女は劇で語られるほど勇敢ではなかった、そう言っていたのにもこれで納得です。望んで危険に身をさらしたわけではないのですから、父が書いた神女壁艦には修正が必要でしょう。一通り回ってみたけど、非化石に関する記録はなかったな。あっちの方も探してみよう。これだ！どうやら夕方に天鉱山の南にある湖に行って、その中心を探せば非化石が見つかるみたいだ。よし、戻って神格にこのことを伝えよう。1年前ここに帰ってきた時、通りすがりの商人から白い紙の仙女の物語を聞いた。まさかそれがお前のことだったとはな。俺はお前の父親と仲が良かった。だから儀式を止める機会もあっただろう。しかしそのまま見て見ぬふりをし、重大な過ちを犯してしまった。俺は毎年ここへ花を持って帰ってくるんだ。お前たちに謝りたいという気持ちを心に抱きながらな。なぜ謝る必要がある？あの時主が強行を止めていたとしても、きっと他の手段によって災いが降りかかっていただろう。愛する者のためならば、あの男は何でもする。その、あいつのことをまだ憎んでいるのか？それは分からぬ。我は孤独であだなす者、それゆえ師匠の赤紐によって魂を縛られた。我の不穏な心は抑えられたが、仙人のように超然とした佇まいとなってしまった。過去のことを口にしても今となっては何も感じぬ。憎む憎まない以前の問題だ。そうか、
本当に苦労をしてきたんだな。進化くん戻ったぞ。じゃあ俺はこれで失礼する。お前が無事だったということを知れて俺はほっとしたよ。今度機会があったら昔のことをもっと話そう。おじさんありがとな。おかげで手がかりが見つかったぞ。ほら見ろよ進化くん、これに非化石の手がかりが書いてあったんだ。湖の中心に行けば見つかるみたいだぞ。そうか、ならば早速向かうとしよう。あ、神格さん、一つご相談したいことがあります。先ほどあなたの父親が書いた書記を村の中で見つけました。神女壁画には事実をねじ曲げた記載が多々あります。ですのでその内容を修正したいのです。なぜ修正する必要がある？先ほどもお話ししたように劇とは実際に起きた出来事を改変したもの。それでも劇の主役となった方がすぐ目の前にいるのです。その気持ちを無視することはできません。構わない。先ほど主が語った劇を我はとても気に入っている。え？己の力を人のために使えるようになったとき、本当の意味で人間の社会に溶け込むことができると師匠は言っていた。それゆえ我もいずれは劇で語られる人物のように己を顧みず人々を守りたい。今までこのように考えたことはなかった。この先も同じ気持ちのままでいれるかはわからないが。いえ、ご安心ください。その気持ちがなくなることはありません。私から見てあなたはすでに変わりつつあるように思います。ただそれに気づくためのきっかけが必要だったのでしょう。進化くん、ウンキー、おしゃべりしてないで早く出発しようぜ。じゃないと誰かに先を越されちゃうぞ。これで全部揃ったな。戻って報告しよう。北斗の方は順調かな。
なぜこの地を訪れた？海に潜みし脅威、それを払う策は見つかったか？行幸から聞いていないのか？幸運閣、あの一帯で何かが起ころうとしている。先般の約束通り、仙人である我はこの件に介入しない。だが、どのような危難に見舞われるかは未知数だ。故にかの地はリーウェ港から山一つ越えたところにある。だが仮に事態を収束できずとも、我一人でこの地を守ることはできるだろう。お前たちが見つけた素材はどちらも良質なものだ。仕上がりにも期待してもらっていいだろう。こりゃ俺も本気を出さなくちゃならんな。よっ、どうだい、そっちの収穫は？こっちはちょっとした問題があってな。実は数輪のやつ、戦機革新を見たことないらしいんだよ。だから調査も振り出しに戻っちまった。まだしばらく時間がかかりそうだ。戦機革新の生産なら俺に任せておけ。お前さんたちは他のことをしててもらって構わない。大丈夫、そう時間はかからん。ではこちらは翔さんにお任せいたします。私たちは戦果樹布の準備をしましょう。しかし仙人に関するものとなると、どこを探せばいいのでしょうか？我が用意しよう。神格が？ああ、長年我は仙人たちの修行を受けてきた。樹布の作り方も多少心得がある。初めて会った時に言ったはずだ。我は競い合うためではなく、軍玉閣のために来たのだと。元よりここへは戦果樹布のために来ている。行幸殿が軍玉閣を再建するという噂を師匠が耳にし、樹布のことを我に頼んだのだ。それと同時に師匠は、これを機に人間社会へと戻れとも我に言った。だが我は俗世から離れすぎていたゆえ、いささか常識というものを忘れてしまっている。果たしてこのまま人間社会に残ることが正しいのか、我にはわからぬ。だが主らと出会えたことは実に行幸であった。樹布については我に任せてほしい。ふん、事情をよく知らない私じゃそれが正しいかどうか判断しにくいが、それでもこうやって知り合えたのも何かの縁だ。もし辛いことや苦しいことがあったら、私の船に飲みに来るといい。ああ、感謝する。翔、少し場所を借りても良いだろうか？今から樹布を作ろう。ああ、構わない。それに俺も見てみたいしな、仙人の砲術がどんなものなのかを。よし、樹布は完成した。師匠が作るものと比べたらまだまだだが、出来に関しては悪くないだろう。こっちも戦機革新が完成したぞ。よし、他の人に先を越されないよう早く私に行こうぜ。
ったですね。なるほど、三人で一緒に探していたのですか。では、素材を確認しましょう。仙気革新と仙果樹布。どちらも高品質で、特に問題はないようです。これで今回の勝敗も決しましたね。ではここに宣言しましょう。軍玉閣再建における素材集めの功労者は、旅人さん、雲錦さん、北斗さん、この3名です。なんだって?もう終わりなのか?まだ浮上の石すら見つけられてないのに。納得いかん。はぁ、頑張りましたが、今一歩及ばなかったようです。では、皆さんには軍玉閣へと移動してもらいます。行幸様がそちらでお待ちです。あれ?北斗がいないけど、どこ行ったんだ?さっきまでここにいたのに。北斗さんは用事があり、少し遅れるとのことです。ではこちらに。私と一緒に来てください。じゃあ、オイラたちは先に軍玉閣に行こう。最後に軍玉閣に行ったのって、もうかなり前のことだよな。仙果樹布と仙気革新を組み合わせて軍玉閣の制御盤へと取り付ける。これで軍玉閣の再建も無事終了ね。あとはつなぎ止めている縄を回収すれば空高く上昇するはずよ。みんなご苦労様。さて、約束通り報酬を与えるわ。やったぜ。雲先生がここに来た理由についてはもうすでに聞いているわ。新しい劇にふさわしい舞台を探しているのよね。はい、行幸さんのご意見を伺いたいのです。雲先生が心を込めて準備してきた劇、きっと壮大な物語なのでしょう。なら初演はこの再建された軍玉閣で行うのはどうかしら。ここは天高く舞う楼閣、絶景を一望できるわ。風を感じながら民衆の反応を見ることができる。ここよりも適した舞台は他にないはずよ。行幸さん、ありがとうございます。では劇の道具が準備でき次第、それを軍玉閣へと手配していただけますでしょうか。名演を楽しめるんだもの、これくらい遠慮しなくていいのよ。旅人さん、神格さん、そしてパイモンさん、私はお先に失礼します。ぜひとも劇を見に来てくださいね。あなたは質問したいことはあるかしら。念のため言っておくけれど、あなたの兄の行方は私にもわからないわ。これに関しては聞かないようにしてちょうだい。おお、さすが行幸、いつも先を読んでくるな。はい、じゃあオイラの質問に答えてくれ。商売はあなたたちが思っているほど単純なものじゃない。経済力、人脈、流れ、木を捉えるための嗅覚、必要なものは多岐にわたるわ。もしモラを稼ぐ方法を聞きたいのであれば、約束通り答えましょう。でも今のあなたたちにはあまりおすすめできないのが正直なところね。おい、おいらまだ何も聞いてないのに。全て顔に書いてあるんだもの、一目見ただけでわかるわ。もちろん軍玉閣の再建を手伝ってくれたのだし、それにはちゃんと答えるから安心してちょうだい。もしモラに困ったら私が雇ってあげる。報酬については最高水準のものを用意するわ。やったぞ。今度もしモラが必要になったら行幸のとこに行けばいいんだな。オイラたちが聞きたいことはもう聞いたぞ。
神格は何を聞くんだ。我もいいのか。もちろん。だってみんなで力を合わせて素材を集めたんだからな。感謝する。しかし我が聞きたいことは特に。そう、めったにない機会よ。無駄にするのはもったいないわ。もったいないことはしちゃダメだぞ。何か聞きたいことはないのか。陽光殿、その我はリーユエコーに馴染めるだろうか。へえ、面白い質問ね。リーユエコーは寛容な場所よ。規則を守っていればあなたを拒むことはないわ。つまり大切なのはあなたがリーユエコーへの帰属意識を持てるかどうか。帰属意識？そう、ある場所を好きになったりそこに馴染もうとしたりするのには必ず理由があるの。その地で出会った人、経験したこと、もしくはリーユへの雰囲気が好きでその生活を気に入っているなんて理由もあるでしょう。とにかくリーユエコーに残って生活するのなら誰であろうと理由が必要よ。あなたもそれを早く見つけられるといいわね。承知した。よう、話し中か。野暮用で戦隊に戻っててな、少し遅れちまった。お、ちょうど北斗の番だぞ。北斗は何を聞くんだ。私か。ああ、私は特に聞きたいことはないな。今回は行幸のやつに無理やり手伝わされたんだよ。これに参加したのはついでだ。行幸、この前の約束忘れるなよ。あれはかなり厄介だ。私の戦隊だけじゃ対処しきれないかもしれない。心配ないわ、もう手は打ってある。傷薬の準備も万全だし、戦艦群も待機しているわ。ならいい。だが気をつけろよ、油断は禁物だ。北斗、行幸、何の話をしてるんだ。軍力閣が空高く昇った時、自然とわかるはずよ。でも決していいことではない。知らない方が幸せかもしれないわね。初めて軍玉閣を訪れた時、私は高台の端に立ち空からリーユエコーを眺めたわ。その時私はいつの日かこの軍玉閣の影で七国を覆い尽くそうと考えた。今でも私の願いは変わらない。でも今回の軍玉閣の再建は私自身のためだけではないの。私が願うは、軍玉閣がこの先も永遠にリーユエコーの上空を飛び世の繁栄と平和を見守ること。みんなも一緒にそれを見届けてちょうだい。昇空儀式、これより開始するわ。現れたわね、渦の酔いバッセ。誰なんだそいつは。あのオセルの妻、渦の魔人の最後の追従者よ。行幸は最初から知ってたのか。太陽の変化に勘が鋭い北斗は以前から私に警告していた。この時期に軍玉閣を再建したのも
バッセンが持つ軍玉核への憎しみを利用し海から誘い出すためよ。それなら仙人に力を借りに行こう。その必要はないわ。今はもはや人間が統治する時代。この訪れし危機、リウエコーの人々は自らの力で乗り越えなければならない。存在自体が周りに危険をもたらす。お前は生来そういう運命なのだ。彼女の命と引き換えにこのまま死んでくれれば。他人のため力を使いたいと思った時、人間社会にも溶け込むことができるだろう。ヌシラ、なぜついてきた？神格一人を危険な目に遭わせるわけにはいかないだろ。そう危険なことでもない。リーウェコーの人々はこのことをすでに想定していたのだろう。他の者はすでに手負いであった。あやつは執念で持ちこたえているだけに過ぎない。我も体力を消耗したが、かような命のやり取りは我の方が得意であろう。オイラたちも力になるぞ。よっ、入れよ。だってそう、やっ
命に応えよ、チャック。言ってるで。決心、わめきなさい。はい、はっ、はっ、早く、はっ、やっ。この地盤は堅固ではない。深追いは危険だ。ひとたび崩れればその被害は想像もつかないものになるだろう。ここは引いた方がよい。少し力を使ってしまっただけだ。問題はない。我一人であやつを始末しようと思ったのだが、まさか主も追ってくるとは。だが心配はいらぬ。あれがこの地に来ることはもうない。あれほどの傷を負ったのだ。他の場所へ行っただろう。先ほど水の中で一体何が。すでに解決した。水中へ潜る前から傷を負っていた。